にちはか。こんにちは、浜田です。よろしくお願いします。今日はちょっと風邪をひいてまして、演奏中、咳や、鼻水、いろいろありますが、演出だと思って聴いてください。よろしくお願いします。君の話聞かせておくれ。
そうに言っちゃってね、後で締められちゃうんで、今日、最後ということで明るくいこうと思ったんですが、なんせあの前の土地おとめさんが暗かったんで、ちょっとそのまま暗くいこうかなと急遽、曲を変更しました。次の曲はですね、自分は弾き語りの他にもバンドというのをやってまして、そのバンドで、去年の3月の31日に、まあ、桜の綺麗な時だったんですが、バンド一緒にバンドやってるベースの、グチという男をね、ありがとう、日本酒じゃないですよね、ありがとうございます。そのベースのグチという男は29歳で突然心臓発作で亡くなってしまって、でそのグチに弟がいましてね、その弟の、結婚式が先週の土曜日1月の31日になりまして、そこで何か一曲その兄貴のために兄貴の代わりに歌ってくれというので、一曲作って歌ってきました。兄ちゃんからの祝辞という曲なんですが、そのグチから弟に、向けて歌った曲です。聴いてください。兄ちゃんからの祝辞。
ではこの第23回ですよね、ラッポン最後ということで、楽しく終わりたいと思います。お気づきの方はいらっしゃると思いますが、1曲目2曲目とほとんど行動進行が同じという3曲目もCGAmでいいですね。ぜひご覧楽しんでいってください。ごきげんよごきげんよ、元気ですか元気ですか、楽しく…あ、ちょっと感謝してます、感謝してます、ありがとう、ありがとう、中にです。ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。